い、関坂ノッティです。はい、どうです。これです。です。皆さん、はい、積分サークル及び花の伝願、ホヤの皆さんのこと、知ってますか、本当に。本当に本当に知ってます。いや、俺らが主張したみたいな、見てやん。俺らが知ってやる。まあまあ、そこそこ知ってますけど。本当にとか言われたら。基本的に結構、いろんな YouTuber あって、幼馴染みか、みたいな。ああ、はい。同期がとか言う。そういうの多い。多いんですけど、僕らはそうじゃないですよね。うん、ただ集められてしまうなんで、まあ、正直互いの中高生活、何も知らん。うん、まあ確かに。それはそう。ちっちゃい頃ってことでしょ。おー、なんか悲しいな、そのチーム。そう。で、僕はそう、悲しいんで、僕はね、やっぱ、みんなはね、みんなのことを知るべきだ。もっと仲良くなるべきだと思い、こういう企画を持ってきました。今回の企画は、第1回卒アルクイズー、えい、卒アルクイズ、まあ、卒アルを、私、いろんな人、他の関さんメンバーだけでなく、花尾ジェンガーチャンネルやホエの方にも聞きました。へぇ、卒業アルバムってでも、写真しかなくない？いや、高校の卒業アルバムはそうなんですけど、まあ、小学校とかやったら、なんかあれじゃないですか、学級文集みたいな。あー、はい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 、まあ、基本的にもう、そっから人を当てるっていうクイズです。え、大丈夫？俺らのチーム結構そういうのに、なんかランクインしなさそうな人多そう。いや、マイナスのランキングに入ってるかもしれない。友達がいなかったやつランキングこれ、早書きボードになっております。まあ、広いヒントからだんだん狭いヒントになってくるんですよね。分かった時点で書いてバンって捨ててください。その正解していた人で、早かった人から2ポイント、1ポイント、0ポイントです。ああ、はいはいはい。負けたらなんかある。頑張り変わってくるからさ。そこはあるかないか。今回、最下位だった人は、自分の人生を小学1年生から、まあ、20歳、21歳まで1年ずつ振り返りツイートしてもらいます。いややな、15日連続は長えぞ、2週間よ。あんまやりたくないな、確かに。はい、やりたくないと思います。頑張ろう。頑張ってください。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。せーの、カスタムピン！じゃあ、まず第1問です。第1問はヒント、これ1個しかありません。何それ、何それ。何それ。今から読み上げるのは、卒業アルバムに寄稿した文章です。おお。なんでこの人の書き口こんなんだなって分かったら、分かるわけね。ポンといければ大丈夫ですか。あれだろう。じゃあもういいっすか。一番サルエルの可能性ある。インサイダーの可能性ある。めっちゃインサイダーの可能性ある。もう書いてもいいっすよね。もう書いてもいいっすよ。書いたくす。ああ、すいません。いや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 みんなからもらったもの。え、待って、高三やろ。え、ん、あー、ちょっと待って。あー、ちょっと、いや、ちょっと、はい、じゃあ続き読みますよ。はい。それは、何者にも変えがたい自分と向き合う力だった。え、さあ、行こう。宇宙を滑る真理を求めて。あぶねー。え、あぶねー。そんなこと書く。あぶねー。癖ついてる。あー、もう来た。ってやったらもう聞いた方がいいよ。終わりです、これ。これでも、あ、文章が終わり。文章が終わりです。じゃあもう誰か書けばいい。こいつしかないからと思います。なるほど、なるほど。じゃあこれは、じゃあ一番遅かった人が一番正解率が高いんで、じゃあ、それ僕の回答は、ドン、ルント。おお。なるほどね。理由は、確かに他の人中高一貫じゃない気がするんよね。で、宇宙もルントっぽい。そうですね。ということから、僕はルント…いや、ちょっと待って。でも無理よ。もう無理。もう無理。ノラさんは知らんねえんだ。ノーデータやから。いや、ノラさんはあんな臭いこと言わんから。知りませんよ。いや、いや、俺はノラさんはあんな臭いこと言わんと思うんだよ。ノラちゃん、どうぞ。私は、ハシケンさんに行きました。あー、いやいや、ハシケンさんは確か中高一貫の、え、それを高校から入って、あの人確かあんま友達おらんかったんですよ。それは高校から入ったせいでおらんかった。せいか分からんけど、か分からんけど、特におらんかった。じゃあ僕、はい、じゃん、僕はスンですね。なるほど。スン行ったんや。いや、俺はスンやな。いや、もうなんか中高一貫のイメージが強すぎる、スンに。え、でもう一回言って、もう一回文章聞かせて。それは何者にも変え難い自分と向き合う力だった。さあ行こう、この宇宙を滑る真理を求めて。ルントいや、ルントにしか聞こえなくなってきた。はい、いいですか。じゃあ回答聞いてみますか。ルントにしか聞こえなくなってきた。回答はこちらです。うわえ、ちょっと痩せてない？え、これ小6の可能性ありません？小6にしては大人っぽいな。小6で、え、これ俺に2点。2点やな。2点です。2点、0点、0点です。うわー、これは一番いいや、最後に聞いて書いて2点やから。そうです。第2問です。やばいな、これ2点ちょっと。はい、この方はまず卒業アルバム中高の
寄せ書きを見せます。向こうの寄せ書き、はい、いやでももうあの寄せられとるって時点で絞られてくるでその後に小学校のランキング、ラストに小学校3年生の時に書いたプロフィール帳を見せます。まあ、ぜひとも当ててください。はいはいはい、こちらです。はい、こう書いてあります。え、変態野郎、変態野郎かね。変態で最高、高校でもよろしく、高校でもよろしく。じゃあ次、はい、こちらでございます。まあ、こういう寄せ書きを書かれるような、部活。しかも、でも霧島部活やめるっていうやつじゃないよね。そうそうそう、いや、その年代からも、いや、わかるよ。いきますよ。え、待って、いや、わかんねー。次の卒業アルバムの寄せ書きからです。はい、理科の神、理科の神だと。ピロマルさんとかもあり得る。全然あります。変態の神、変態、いや、ピロマルさん変態の神の可能性あるもんね。中学理科なんて誰でもありそうなの、可能性として。じゃあもういいですか、ランキングの方行って。いいよ。この人はどういうランキングですかっていうのがいろいろバーってあったので、うん、それを集計いたしました、うん、その人の印象1位、うん、頭が良い、うん、理科の神やもんな。2位、背が高い。おー、書きましたか。はい、はい、書きました。はい、いや、俺はそれ行こうかな。いや、じゃあ、はい、ということで、まるちゃん、まるちゃんから。はい、じゃあ、カイトお願いします。はい、私はまこさんにしました。なるほど、なるほど、はい、俺はまこさんにしました。なるほど、なるほど。僕はなおさん。なるほど、なるほど。え、ちなみにどういった理由で。なんか変態とか言われてたんですけど、あんまりイメージなさそうな。え、変態でまこさん言ったんや。いや、違う違う違う、よう分かってんな。まあ、僕は、はい、まあそう、変態っていうことと、だからまあ理科も当時からできたんかなっていうところで、はい、花尾さんに行きましたね。はい、ということで、この問題の正解は、私、スンでございました。なんで、お前背高くないやん。いや、違うんですよ、これはね。成長早かったよ、多分。初6の時に多分155ぐらいあって、そこで終わったんや。終わったんや。そこからもうね、2000しか伸びてなかったと。え、じゃあお前変態やったんや。まあそうですね、変態に関しては、私のクラス T シャツ覚えてる人いません？はいはい。はいはい。空を飛びたい。そこからワンチャン変態という状況でいけなくなる。でも高校でもよろしくがやったら多いのでスンっていけたかもな。あー、中高行ったと。そうそう、俺おかしかったよな。持久走で7位になったん。そう、どこで、どこで。信じられんくらい今、今信じられ、積分サークルの全員でやってもお前7位になれんのじゃん。一番見るやん、マジで。レントには勝てや。お前が7位取れるまでさ、運動やるっていう企画やろ。いや、7人中だったらいいです。7人中だったら。次の人は、まずありがとうみたいなことを書いてある、まあ感謝の文集からまずお見せいたします。はい、ということで、一つ目のヒント、ドン。うわ、 G、 ありがとう。 G 綺麗じゃね。何々で教えてくれた何々部の人たち。うん、え、俺も書くわ。じゃあマジは、マジで書きました。次はね、ちょっとこのあれが剥がれます。こちら、料理、好きな教科、図工。いや、女の子っぽいよね、 G がね。女の子でも3択いますからね。ミサさんの可能性あるか。あー、そっか。範囲断定すると怖いかもしれません。うわ、次はこのあれが剥がれる前にその人が書いた、まあ、寄せ書きをから引いていきます。うん、いいね。なんかテレビっぽいな。は？は？これで書くやつおる？では次、卒アルの剥がれていきます。はい、剥がれました。やばい、やらかした。あ、あー、こっちから早い。あ、待って、あ、うわ、ミスった。やってしまったか、これは。これはミスった。ちょっと待って、うわ、バッ。はい、じゃあ、はい、じゃあまず一番惜しかったまるちゃん、答えをどうぞ。ピロマルさん。おお、違う、違うよ。なんかサッカーやってたみたいな、聞いたことがあるようなないような。なるほど、なるほど、なるほど。では2番目のオッティさん、回答どうぞ。花尾さんです。なるほど、なぜですか。サッカー出てきて反射で書いてまった。あ、反射で書いてまった。はいはい、僕は、ハシケンさんです。あー、なるほどね。なるほどね。ハシケンさんです。いや、俺これマジ見せた。じゃあ俺マジで、その文とか長かったやん。これですね、うん、あ、バスケットボールやんと思って出してんけど、ーコーチや監督やん。変なとこ隠すなよ。お前ずるいよ。でもコーチや監督バレるやん。いやいやいや。はい、ということで、じゃあだんだんね、答えに近づいていきます。はい、答えはこれですけど、うわだよね。ピロマルさんでございます。
だよね。はるちゃん2ポイントだよね。いや待って、俺これいや、やらかしましたね、一人ね。いや、サッカーやってたって話をこの前したばっかだよ。この前、なんなら3日ぐらい前ですね。先輩にいじめられてたらしいよ。そうだ。そしてヒントいたしましては図工ですね。美術の成績ずっと5、まあ、それを見てる方なら、まあ、小学生の頃から、ね、ずっと図工が上手かったというのが分かったのではないかなと思いました。じゃあ1個言っていい、はい、料理って書いとるよね。別にあのマイブームやから別にあの好きとは言ってないんで、そのうまいとは言ってない、うまいとは言ってない、マイブームやから。なかなかやばいことしてるからだ、ね、あ、うん、あとこれに関してはひろまさん LINE で結構こんなこと言ってるんで、わかる、ワンチャンわかるんじゃないかなっていう、わかる、ね、これこの絵文字見たことあるわ。はい、ということで今回今の時点で0ポイント2ポイント2ポイントでございます。でもギャンブルすぎた今のはちょっと、うん、あの後々その辛いわ見るのは、この辛さを今刻んだ。次も卒業アルバムからまずヒントが5つ出ます今回。5つ、はい、はい、ヒントが5つ出ますか。ではまず1つ目、はい、ドン、また変態さんやっけ。おい、また変態の人やん。セキムサークには変態が多いようですね。はい、では次卒業アルバムの2つ目です、ドン。え女で遊びすぎるだよ。うん、書かない、まだ。なるほど、こちらです。ん、いや、俺はちょっとこっちで行かせてもらおうかな、じゃあ。はい、じゃん、まだ押してくれますか。はい、じゃあ次ラストの卒業アルバムのヒントです。なるほど、もう行った可能性ある。おっ、もう行った可能性ある、まあ最後も言うじゃん。はい、では、まるちゃん、回答どうぞ。私、鼻を押さえしました。なるほど、なるほど、どういった理由で。いや、その写真だけです、もう。あ、この写真だけ。いや、でもずっと橋健さんかなと思ってて。やけど、なんかこれ、鼻をさんっぽいな。俺はい、答えどうぞ。俺、橋健さん。うわぁ、橋健さんは、まあ、関西人っていうのは、あの関西である程度育って、はい、そっからあのうざったい関西弁でずっと関東で過ごしちゃった。では、どうぞ。僕は、橋健さんです。なるほど。はい、では、引いていきます。いきます。あー、 これ橋健さんじゃない、橋健さん。はい、上、正解は橋健さんでーす。ーえ、これ橋健さん、これ橋健さんです。よう関西人って書かれるぐらい関西弁捨てんかったね。橋健さん、あいつキモいやん。あ、チビ、チビ、そうです、そうです。そしたらって、まあ、今でもそんな高い方じゃないじゃないですか。まあ、変態かける背が低いで、ね、ワンちゃん歩きましょう。ひどいもんやね。ひどいもんやね。変態かける背が低い。次の問題はこれはちょっと特殊な形式になっております、はい、うん、今から5人の中高の思い出話、自慢話などを今からパッと読み上げるので、その5人の当てた数分ポイントがもらえます。1、2、3、4、5、はい、書きなしです。 OKOKOK。 はい、では1人目です、うん、高校2年生の時クラスのギャル連中にモテる、そのうちの2人に両袖を取られ、ほにゃらーはうちのと取り合いをされる、アニメのような展開に巻き込まれる。では次の方、いいですか。クラスの出し物であるお化け屋敷に参加し、壁から出る手役で女子の足首をつかみ、キャーと呼ばれることに快感を覚えた。やばいやつやんけ。やばいやつやんけ。まあ、ヘタいっぱいいますからね。そうなんだよな。はい、3人目です。中学生の時、弓道で全国大会出場。次。中学生の時、クラス中の恋愛事情を調査するグループに参加しており、なぜか 70% 以上は把握していた。誰でもあるやん、そんな。で、ラストの人、中学校の時生徒会副会長やっていた、生徒会選挙のキャッチコピーは顔も色白心も純白。はい、では5つの回答お願いします。一斉ので、うん、1和賀さん、2まこさん、3がみささん、4がのえりんさん、5がのらさん。なんか特徴的でこの人はこれだみたいなのありますか。5はのらさんやと思います。なるほど。なるほど。狙い撃ち、狙い撃ちすぎんか。1番レンガーさん、はい、2番マホさん、はい、3番ピロマルさん、はい、4番花尾さん、はい、5番ミサさん。なるほど、なるほど。足を掴んで興奮した、はい、これマコさんです。これマコさんで、中学時代っていうとこ、あの結構大事で、はい、あの花尾さんの武勇伝基本的に中学時代です。そうですね。中学時代一番賢かったけど一番ヤンキーと仲良かった。僕は1番ノラさん、2番花尾さん、3番ピロマルさん、4番ユウさん、5番ワガです。で、2番花尾さんは文体が言いそうっていう、なるほどなるほど、さっきの文章が言いそうだなっていう。確かに確かに確かに。では発表していきます。このエピソードを提供していただいたのは、はい、
1番まこさん、2番はなおさん、3番ピロラさん、4番すん、5番のらさんです。あーなるほど、1番がまこさん、1番まこさんです。はぁ、ちょっと全然ギャルおるんや。ということで今の点数が4-4-3と決勝ですね。めっちゃいい戦いするやん。めっちゃいい戦いしますね皆さん、はい、では次の方、中学校の卒業アルバムと高校の卒業アルバムを見せます。はい、その後にエピソードの何々で何というのを発表します。うん、ラストに小学6年生のこの写真をお見せいたします。はい、1位正解すれば罰ゲームくるのがございませんので、うん、皆さん頑張ってください。はい、では問題こちらです。これなんて、これ中学です。うん、白紙みたいなこっちある、これさて、はまだ隠してませんか。点数悪いな。いや悪いね、これね。これはこの形式で出してくるの悪いよね。ちょっと待って、ちょっと検索かけるわ、ちょっと。いやいやいや、ここで書くのはもうやめた方がいいよ。それで後取っても嫌やし。誰も得点ない。まあまあ、これはまあ分からんわ。行こう。じゃあ次、高校の。すごいな。おい。出て。行って。いいって、見開き、見開き。さあ、かけてみませんか。いや、これやばい、おもろすぎるだろ。いや、これは僕が聞いて、これ出してきたんですよ。もしかしたら誇りに持ってるかもしれません。まあ、あえて書かんかったって可能性あるやろ。そうですよ、もちろんもちろん。では次、これは行動で発表いたします。はい、この方、小学校の文書のランキングで武士のオーラが似合う人ランキング第3位でございます。はぁ、これ以外にはランキングしておりませんでした。この人のために作られたランキングだよ。にしては3位。にしては3位。似合いそうな人ランキング。あ、お、まあそうですね、これ攻めないといけませんからね。マジ？私はやるしかないんで。次はもう顔写真なんですけど、むちゃくちゃ頭頂部からゆっくり引いていきます。頭頂部、こちらです。はい、ん、あ、書きましたか。行こう行こう。はい、では一番遅く書いたオッティさんの答えどうぞ。タッツさん。なるほどなるほどなるほど。頭の形がタッツさんっぽいんだよな、この感じ。それは甘いですね。はい、甘い。俺の回答、ゆうゆうさん。あ、そっちね、そっちね。ゆうゆうさんはでも結構友達がいなかったネタみたいな結構好きなんで。タッツさんはみんなに書いて書いてって言ってそう。まあ当時。では、まるちゃん答えどうぞ。ゆうゆうさん。おお、これは、おお、どういう考えた、これは。隠しのやつ出してくるの、はい、結構センス感じて、おぉ、ゆうゆうさんっぽいよな。はい、ではだんだんと引いていきます。うん、答えはこちらです。ほら、めっちゃ短い。小学6年生の写真です。野球やってそうやな、これ。小学校頃の文集でございます。さあ、この眉、この瞳、メガネかけている。きたー、誰だ、この人は、この人は、きたはい、うわ、野球か。はい、ということで、ね、5点、5点、4点ということで、罰ゲームはアウトでございます。ゆうさん、なんか可愛いな。これね、一番、まあ、敵無策、花尾伝が、親のことをね、知らないであろう、オッティ選手は、ちゃんと自分の情報をね、ひけらかして、まあ、そこも、あれだよ。はい。まあ、皆さんにね、自分のことを知ってもらって、皆さんと仲良くなりましょう、はい、ということでございます。で、それとね、この中でまだ、ね、出してなかった人は、結構ね、高校卒されるだけとか、もらった人は結構問題作りにくかったので、それでちょっと、我がとか出せなかったんですけど。なるほどね、いやー。というかね、まあ、今回の動画はこれです。チャンネル、高評価、ツイッターのフォロー、もろもろ、よろしくお願いします。それでは、さようなら。バイバイ。